き、ルガ族が頑張っちゃうよ。それでは参ります。時間がかかるためスピードアップは必須。攻略の基本骨子といたしまして、複数のルガ族を一気に出せるようにします。でも全種類持ってるわけではないんだよな。全種類持ってたら大変だよ。世間ではニャンコ大戦争のマスコットキャラ、キモカワニャンコの大暴れをご覧いただきます。攻撃力と妨害の観点から見たら最初はピカランパラランだな。しっかしルガ族ってどうして名前が覚えにくいんだろうな。それはルガ族がルガ族であるがためのゆえん、一部のマニアックなプレイヤーの間ではもはや必須キャラ。妨害に攻撃力もそこそこ。ただし攻撃頻度が少なく体力は致命的。本当に間に合うけしかならんな。と反映射程はしっかりあるので、他のキャラにサポートしてもらえば活躍はします。でも今回はサポートもルガ族だけだぜ。壁を入れれば簡単に攻略できるだろうに。簡単では意味がありませんから、本当は1枠やりたかったのですが、本当に時間がかかる上に成功率は低いです。なかなかうまくいかないものだな。なあ時間がかかるようなら、倍速かけないか。ルガ族は動きが遅いですし、やっちゃいますか。スピードアップ仕様で倍速。簡単に申しますと8倍速です。緩慢な動きが少しは見れるようになったな。狂乱猫を倒す手前で解除しますので、伝説のアンノーンの狂気じみた活躍をご覧ください。他の動画でもよく見かけるが、こんなでかい奴らが小さい敵キャラを攻撃するのって、異様とも言えるな。難易度からするとやりすぎ感はあるけど、壁なしなので多めに見てください。さあこの超大型ニャンコでの攻略。私自体は時間がかかるため好ましく思いませんが、強さは圧倒的ではあります。対策さえしっかりしていれば、こんな百鬼夜行みたいなことしなくてもいいからな。正直オーバースペックによるゴリ押し、妨害がしっかり効いてれば、壁は必要ないということです。使用キャラに対してステージ難易度が低いからできることだから、びっくりするほどのことではないからな。画面狭しと暴れる地味猛量。そんな表現がしっくりくる今回の攻略。誰もやってなかったみたいなのでやってみることにしました。ルガ族縛りというだけで十分ネタとしては面白いかもな。ただ敵の出現が早くてなかなか攻めきれないみたいだが。恐怖の時間はまだまだ続きます。ですが結末はいきなり襲ってきます。お化け屋敷を体験していただいたところで、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。今度はやっぱり1枠攻略を考えます。私たち的には慣れないもんな。